おはようございます。え、こんばんは。え、の方の編集でお送りしてます。え、この1分間委託。今日もこの、え、近藤達之さん、え、抱研究チャンネルさんのウクライナの選挙、この、ロシア巨大、え、弾薬庫が、また攻撃され、え、連続爆破炎上ということで、このタイミングで、また後の YouTube チャンネル登録をよろしくお願いいたします。え、この、いろいろとこの、ウクライナ状況ですね、え、情熱かたチャンネルの ニュースのトラガーとか、また、僕だにウクライナさんで、また、この、シンボイ研究チャンネルさん、いろんな角度から、いろんな、この、ソースですね。一つのことに、いろいろな、この、方面からの、この、配置をしての、同じ、この、ウクライナ、選挙報告となりますけど、え、ー トランプ大統領がこの再選決めたいですね、新大統領になって、そして、まあ、早速この前月ツキ大統領も会談して、その場にイーロン・マスクも立ち会っているという感じですね。そして、えー、トランプは、えー、プーチンとも会,会談して、ちゃんと西側には軍が備えているよもう、これ以上手を出すなという感じですけど、作業チームがいろいろとこの,この情報戦ですね、妥協案が、落とし穴が出てきてますね。ウクライナの20年の NATO 禁止。ひひ 非武装自体、そして20パーセントいずもちろんこれは。 クリミア半島を帰ってこないですね。まあ、ひどい、なんですけど、えー、結構この、まあ、完全にこの、トランプはこの、ウクライナ支援を打ち切るというわけじゃなくて、えー、なかなかこの落としどころですね。い、え、う、ー、ことで、えー、どうなるかですね。えー、このクリクスは、あまあ、衝突、結構5万人ほど来て、報告的な攻撃ですね。えー、東部戦争、ほぼロシッもう厳しいですね、えー。崩壊寸前ですけど、ウクライナも、 えーえー、ロシアも本当に、えー、この兵が足りないですね。そのもう一日千人削って削って、そして。 あとはこの北朝鮮兵頼みという感じになりますけど、総動員かけられないのでお互い厳しいですね。ウクライナも兵が厳しいですね。えー、クリクス頑張ってますけど、東部ではもう崩壊寸前と言われていますけど、えー、頑張ってほしいですね。えー、体にこの、おープーチン、えー、ロシアが始めたこの2014年のクリミア併合、そしてこのド,ドンバスの分戦争、今回の全面戦争、絶対にプーチンに力による現状変更、武力の現状変更を許すべきじゃないですね。えー、このソ連崩壊時のウクライナの完全な主権の回復。 ですね。ウクライナ、え、これ、ウクライナ。平和ですね。え、引き続きこのように短くなりましたけど、引き続き、マスターとの、え、シンボル研究さんです。近藤さんの、えー、動画を配置をしていきたいと思います。マスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いします。また、聖書をバネたいというお友達を募集しています。よろしくお願いします。次回の、1分間におでお会いたしましょう。マスターとした終焉です。パシャンプレイズ、シャロム、シャロム、シャロム。